これは待望だった人いるんじゃないかな。ホワイトですか。そうですね、白ってまあ定番の色ではあるんですけど、 DJ 機材としてはまあそんなにまあないっていうところで、まあ、テクニックスでも今まで白いターンテーブルって一度もやったことなかったんで、ベーシックな色ではあるんだけども今までやってなかった色っていうことで、はい、散々ターンテーブルを生産しまくってきたテクニックスが初めて作った白いターンテーブル、はい、多分だからユーザーからのリクエストも結構多分もらってきてると思うんですよ。そうですね、はい、にもかかわらず50年経ってやっと出ると。僕はね、正直これが一番売れると思ってます。待ってる人の引き金がすごすぎるみたいな、まあ、これも落ち着いた感じなんだけども、はい、少しだけ明度が低いのかな。おっしゃる通り、これ完全な純白ではない。じゃあ、はい、缶だけがの黒さを入れているというか、はい、あえて落としてる色になってます、うん、ちょっと明度を落とすとインテリジェンスが出てくるんです。大人っぽい白みたいな品格もあるし、ブライトネスっていうかな、パッともしてるし、はい、部屋に置いた時にちょうどいい感じに見える明度に調整してます。